番組アンバサダーの市川恵比蔵です。このコーナーは毎回一人の障害者アスリート、チャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当て、スポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います。車椅子用トレーニングマシンを作っています日高林業代表藤巻進です。藤巻進さん、1959年山梨県生まれの61歳。競輪選手として活躍した後、祖父が創業した日高林業を復活させ代表に就任。静岡県富士市で自転車の出張修理を行う傍ら、車椅子アスリートに向けたコンパクトで軽く持ち運びもできるトレーニングマシンを製造。国内だけでなく海外からも注文が来るようになりました。マシン製作を通じてパラアスリートたちと交流を図っています。藤巻さんは競輪選手として活躍していました。競輪選手は20歳デビューの48歳と何ヶ月かなで引退です。まあ家族全員がもう、うちの父も競輪選手でしたのでね、自然になったというふうに思うんですけども、実は私は工業高校の建築科に入学しまして、最初は大工を目指してました。ところがやっぱり途中でサイクリングを楽しむ仲間がいましてね、その仲間が話してるところにちょっと話を聞いてましたら面白そうだなということで、まあ箱根を登るということで一緒に登ったのが競輪選手になるきっかけです。藤巻さんは4人兄弟全員が競輪選手となり、長男の昇さん、次男の清さんは日本一にも輝いています。末っ子の進さんにとって大きなプレッシャーでした。もう藤巻という名前は競輪ファンからしたら誰でも知ってる名前でしたね。競輪学校を卒業してデビューした瞬間にもう重圧感というのはもろに感じましたね。引退後、自転車の出張修理業を始めた理由は、競輪選手を辞めて2年間ホームセンターでパートとして働いて、自転車整備士免許というのをまず取らないとならないということで取得したんですね。そして、まあ、2年間勤めましたけども、やはり自分の性格上どうしても合わないっていうのがはっきり分かりましたんで、もうその時にはもう自転車業界っていうのはもう下火だったんですね。しかも個人店っていうのはまずじゃあ待つんではなく、こちらから出向いてしまおうということで出張修理というのを始めたわけなんですね。その際、かつておじいさんが作った会社日高林業の屋号を復活させました。9年ほど前から車椅子用のトレーニングマシンを作るようになったきっかけは、私が元競輪選手でしたので、この富士市の田子の浦港ってあるんですけども、そこから沼津の方に向かっていくコースを、まあ、練習してたわけなんです。それでその注文された最初の方っていうのが、沼津の方から車椅子の陸上マラソン用の車椅子で走ってくるわけなんですね。そこで挨拶交わしてたのは現役時代も交わしてたわけなんですよ。そして競輪選手を辞め、日高林業を立ち上げたところ、まあ経営がうまくいかないということで、じゃあもう一度チラシ配りをし始めて、今度はロードを乗る選手対象にオーバーホールとか修理をやっていこうということで、チラシ配りを始めたのがきっかけで、その時に、まあ、服部さんという方が向こうから走ってこられたんで、こんなことを始めましたんで、またよろしくお願いしますということで、チラシを渡したんですね。そうしたら突然、室内トレーニング、まあ、その時はマシンではなく、トレーニングローラーを作ってくれないかという依頼がいきなり言われたわけなんですね。それは依頼主が藤巻さんが元競輪選手というキャリアを知っていたからでした。競輪選手というのは室内トレーニング、まあ、ローラーでやるっていうのが基本なんですね。それは分かってたんだと思います。藤巻さんが頼まれて作った車椅子用のトレーニングローラー、1号機の製作にはどのくらいかかったんでしょう。作り始めたら早かったですね。ただどういうものかというのが分からなかったんで、インターネットとか、あとまあ静岡のナショナルトレーニングセンターというところに、この車椅子陸上のローラーがあるということで見にも行きましたね。藤巻さんの1号機は
従来の車椅子用トレーニングローラーとどこが違ったんでしょうか。従来あったあのこの車椅子陸上のトレーニングローラーっていうのはですね、まあ80キロとか100キロとかそういう重いものなんですね。まず移動ができないと。そしたらまあ八郎さんの希望でもありましたけども、家の中で足が不自由なものでもこう移動できるものが作れないかっていうのがまあ希望だったんですね。ですからだいたいにあの当時25キロいかないぐらいのものを作りましたかね。もう軽く作ろうっていうのがまず前提ありましたね。そして依頼主の方からこんな提案を受けます。年一度横須賀で行う陸上マラソンの大会があるんですね。そこでちょっと披露してみないかというのが皆さんのに知ってもらう最初でしたかね。最初はですね、陸上マラソンの車椅子のレーサーと本人が乗ってローラーというものに乗って回すっていうのがほとんど主流だったわけで、なんでやはりそれに似たようなものを作ったわけなんですね。ただ軽量化できたっていうところが進化ですかね。車輪が少し浮いてっていうのはこれは私のオリジナルなんですね。藤巻さんの作ったトレーニングローラーは陸上競技用の車椅子レーサーを乗せたときに車輪の部分が少し浮いた状態になっているのが特徴です。浮かすっていうのはですね、レーサーとその人の体重が乗っかるとですね、すごいローラーに対して摩擦抵抗が起きて重くなるんですね。回らないっていうことも起こるんですね。あの障害持った方って重度の方もいらっしゃいますし、気持ちよく回らないんですね。やっぱり全体重が乗っかってしまうと。だったら下からローラーを追っつければ全体重が乗らないんで回るだろうっていうのが最初の考えでしたね。結局はちょっと車輪が地面から1センチでも15ミリでも浮けば車輪は空回りするわけなんですね。その空回りするだけではとてもトレーニングにならないんで、そこへ負荷をかけてあげたらどうなんだろうっていうところが今作ってる主流になってますね。その後改良し2号機を作った藤巻さん、車椅子用トレーニングマシンの注文が入るようになっていきました。トレーニングマシンは1台どのくらいするんでしょう。今はだいたい17万ぐらいです。本当に最初はもう全部完全オーダーでした。レーサーのサイズを聞いたり、あとその方の障害の程度とかもういろいろ聞いて、ほとんどオーダーでしたね最初の頃は。で今はそのオーダーのやり取りがとても面倒だというのもありますし、あと海外でちょっと売れ始めた時に私英語できないもんですから、なるべくセミオーダーに変えようっていうのがあったんですね。毎年デザイン変えてったんで13、4台ぐらい変化してますかね。藤巻さんと関係が深いパラアスリートの一人に、車椅子陸上のパラリンピックメダリスト、ベテランの広道純選手がいます。千葉にありますね、この車椅子製作メーカーの OX 社ってあるんですね。そこの製作の小沢さんっていう方の目に留まってくれて、こんなものを作ってる人が現れたということで、その小沢さんが広道さんに連絡したそうですね。そうしたらすぐに広道さんから私の方に連絡がありまして、海外に持ってくるようなちょっとケースに入るようなもっとコンパクトになるものを作ってもらえないかという依頼が初めてのことですね。広道さんとの関わりは、藤巻さんが作った1号機は分解して運べるものでしたが、重さが25キロ、大きさは畳1畳分もありました。これをもっと持ち運び可能なサイズにできないかというのが広道選手の依頼でした。あ、そうですか、そこまで簡素化しても大丈夫ですかという確認を取りながら作ったのがこの RB というものなんですけどね。レースボックスという名前をつけて広道さんに、まあ、大分へ送ったわけなんですね。これがですね13キロぐらいですかね。どこまで省略化できるかっていうのがやっぱりこれミソだったんですね。本当にレーサーを乗せるだけの仕組みにしたんですね。回せればいいということなんですね。まあ三輪になってますんで、まあ要はですね、一番最初に作ったものっていうのは、前輪を支えてたんですね。前輪を支えるために長いそのレールというか、前輪までの距離がないとならなかったんですけども、それも取っちゃっていいですかって話になったんですね。広めさんがすぐに動画を送ってくれましてね、
こういう状態で乗ってるよという動画を見ましたけど、全く問題なかったです。二輪なんですごく安定感はありましたね。この発想はもう広光さんから言われてないとわからなかったですね。選手と綿密に話し合いをし、オーダーメイドで要望に応えていった藤巻さん。評判を聞いて他のパラアスリートからも注文が来るようになりました。多分広光さんが選定してたんだと思いますけども、顔の広い方ですから、その時に日本国内代表選手8名ほどが同時にオーダーしてくれたってことですね。今もハンドメイドですけども、その1台作るまではちょっと時間かかりましたけど、作り始めたら8台早かったです。陸上以外にも車椅子を使う競技の選手から注文が入るようになりました。競技が違えば車輪の大きさが違ったり、ハの字だったり、細かい設定も変わってきます。ラグビー、バスケ、バドミントン、テニスに関してはほぼこれ完全オーダーですかね。まだこの寸法というのがですね、確立されてないというか、メーカーによってみんな作りがまちまちなんですね。ですから陸上マラソンのようにセミオーダーができないんですね。陸上マラソンの場合は長い距離はやっぱ走りたいわけなんですね。ですからあんまりこう負荷をかけた練習よりも、どっちかって言ったら綺麗にスムーズに混ぜる方を欲しがる。そしてバスケ、ラグビーに関してはストップ&ダッシュの競技ですから負荷をかけたがるんですね。そんなところの違いが一番大きいですかね。競輪選手だった藤巻さん、トレーニングマシンへの要望を聞いていると、アスリートとして気持ちがよくわかるんだそうです。要望なんかを聞いてるうちにもうムズムズしてきますね。早く作りたくて。一応私も競輪選手29年やってきましたんで、自分をこうもっと強くしたいっていう気持ちっていうのはすごくわかりますね。またそれが楽しいんですけどね。まあ特にプライベートっていうのはないですけども、この私のこの田舎の富士にですね、訪ねてこられる選手や愛好者もかなりいます。大会があるところに出向いてった時に話すのが一番多いですからね。わざわざ来てくれる方もいます。個人競技だけでなく団体競技からの依頼もあるそうです。4年前のリオパラリンピックの時には車椅子ラグビー用のトレーニングマシンを作ってほしいという依頼がありました。山形大学の教授が直接ここに来られて作ったっていうのはもう5年前になるんですね。実はリオパラリンピックの時のラグビーの試合、実は私見てまして、どこを見てたっていうと、選手の戦ってるとこ見てないでですね、コートでもって控え選手の方を見てたんですね。それはなぜかっていうとですね、控え選手にアップで乗ってもらうというところで私そっちを見てましたら、ありました、私のトレーニングマシンが。コート全体を映してますんで、もちろん控え選手も映ってるんですね。そうすると控え選手の一人がこう回してるのを見てましたんですよね。そしたら間違いなく私のトレーニングマシンでしたね。もうね、すごい嬉しかったです。今パラアスリートたちは外での練習もままならない状態ですが、こんな時こそトレーニングマシンが必要になるのでは。本当にピンチをチャンスに変えるじゃないですけども、室内トレーニングをするという意味では今本当に皆さん欲しがってると思います。陸上マラソンよりもラグビーの注文が急に増えました。これをまあ作って持ち回りというかね、やるんじゃないでしょうかね。もう体育館施設が使えませんから。最近は評判を聞いた海外のアスリートからの注文も増えています。国はもういろんなとこからですよね。中国、アメリカ、ヨーロッパ、いろんな各国からいただいてますけども、もちろん台数はもう一台一台です。まとまって注文っていうのはもう何年前になりますかね。 6,7 年前にロシアで10台ってのが1回ありましたかね。アメリカのタイトナ・マクファーデン選手は OX さんを通してですね、感想は聞かせてもらったことがあります。購入してくれたのは今作ってるこの車輪を浮かして下からローラーをつけるというのを購入してくれたんですけども、まあ画期的だというようなことを言ってたそうです。正直まあ自画自賛になりますけども、海外でこれ見たことないんですね。
今までのもの、その乗っけるものっていうのはもう、どこの国でも使ってます。ただ、下から、ローラーをつけて負荷をかけるというのは、見たことないんで、本当のうちのオリジナルなのかなとは思ってますけどね。藤巻さんは、さまざまな工夫を凝らし、車椅子用トレーニングマシンを生み出してきました。時を取れよということを言ってくれる人、多数いますけども、正直お金がかかるんですね。そこにお金かけるんだったら、どんどん進化して新しいものを作っていきたいっていうのが私の考えです。真似されることも実はありました。同じようなものを使ってる選手がいました。ですけども、もうそこの時にはもう新しいこの車輪を浮かして、下からローラーをつけるっていうのがもうできてましたんで、なんとも思わないですね。選手の要望とか、そういうのを聞いて、まあ最近やっと分かってきましたけども、選手のその体の状態とかっていうのも何気に見てますんで、こういう風にしたらいいんじゃないのかっていうのは、やはりここに関わってないと生まれてこないんじゃないかなとは思ってます。技術や素材も進化していますが、今後藤巻さんが作ってみたいトレーニングマシンは、まあ今自転車ではあるんですけども、映像を見ながらスマホにつないで映像を見ながらトレーニングすると、例えば普通ではありえない海の上を走ったりとか森の中を走ったりとか、なんかそういう映像を見ながら走るようなものは作ってみたいですね。なんか夢になりますんで、多分これは大きい会社にやればいいんじゃないかなとも思ってますけどね。私の場合トレーニングマシンは簡素化したいんで、あんまりいろんなものを取り付けたくないっていうのが正直あるんです。逆にこんな個人のちっちゃい工房で作ってるものを例えば大きい会社が真似するなんていうと、逆に嬉しかったりするかもしれないですね。アスリート向け以外ではどんなものを作っているんでしょう。スロープを使って乗り込んで、トレーニング終わったらまた伝わって降りてくるっていうスロープを作ってます。個人の注文の方が多いです。これもそんなに重くなく宅急便で送れるぐらいですから、やっぱり25キロぐらい、日常用でそのぐらいですよね。藤巻さんは、車椅子用のトレーニングマシンはアスリートのためだけにあるのではないと考えています。トレーニングするっていうことが大事だと思ってるんですね。やはりアスリートじゃなくても愛好者、そして興味に携わってない、ただ日常の車椅子しか乗ってない方っていうのがまだまだ多いと思うんですけども、今持ってるその力、腕力、握力をこれ以上弱くしないというか、鍛えていれば現状維持はできるだろうっていうのが私の考えで、もし普通の車椅子乗れるんだったら維持をして、今の現状維持のトレーニングぐらいはできないもんかとは私は思ってますね。藤巻さんがこの仕事をやっていてよかったと思う瞬間は、とにかくこの Facebook なんかでも動画を撮ってアップ投稿してくれたり、そういうのを見た時の嬉しさとか、あとやはり元競輪選手だったんで、この車椅子競技やってる人を見た時にですね、なんて自分は弱いんだろうと、もっともっと頑張れたはずだっていうのはトレーニングマシンを作り始めた時から思ってまして、なんとか自分も力になれればなとは思ってますね。